時、ビートリーサポーテッドバイルイド。ビートリーサポーテッドバイルイド。FMG B3 サポーテッドバイルイド DJ ドラゴンです。はい、そして佐々木修です。はい、そうなんですね、今月からですね、はい、そうですね、先月までは、女性の菅野さんが、ね、菅野さんが一緒にやってたんですけども、今月からですね、はい、佐々木修さんと僕 DJ ドラゴンでですね、はい、お届けしていこうということなんですね。そうですね、この夏のですね、8月のですよ、はい、ね、この暑いところに暑苦しい男2人で番組をということなんですけど ね、しかもスタッフみんな男性じゃないですか。そうなんです ね、スタッフ見事に男性でですね、野郎ばかりですよ、もう野郎祭りという感じでですね、こう、はい、夏祭りを お届けしていこうかなという感じなんですけども、ね、はい、そうですね。佐々木さん、ちなみにですね、はいはい、まあ、今日はいろいろですね、はい、佐々木さんを掘り下げていく感じなんですけれども、はい、その前に何て呼ばれてるんですか、ファンの方とか、あとはまあこう一般的にというか、はい、どう呼ばれるのが多いんですか。まあ、本当まあ、ファンの方たちはみんな佐々木さんと呼びますけど、佐々木さん、まあ、近しい人たちはみんなおさむちゃんと呼びますね。なるほど、これどっちがいいのかっていうのがねそうですね、おさむちゃんっていうとちょっとでもなんかこう、なんかおさむちゃんでーすみたいな、ね、僕らこっちちゃいます、ね、僕らの、ね、世代だとちょっとね、そっちの感じになっちゃいますけどね、はい、じゃあ佐々木さんでね、あ、行こうかなと思うんですけれどもね。じゃあもうドラゴンさんもドラゴンさんで。そうですね、僕ドラゴンさんで、はい、まあドラちゃんでもいいんですけどドラちゃんってそっちも僕ドラでね、そっちに行っちゃいますからね。そうですねはい、まあね、ちょっと夏ですけど、夏はどうですか。そうですね、やっぱこう好きですね、好きですか、季節なので一番、はい、本当ですか、はい、暑いのは大丈夫な。そうですね、寒いのはこういくら着込んでもダメですけど、もうね、暑いのはもう意外と、はい、まあいい、ね、ライブハウスは結構もっと暑いですからね。そうですね、本当ね、気分分なんで、はい、まあ、この夏の暑さなんで大したことないといった感じですかねでもね、ちょっと強がっちゃいました、ね、今年はね、本当暑いからちょっとね、はい、なかなかね、厳しい夏が来てますけれども、はい、はい、そういった感じですね、はい、今月から男2人でやっていきたいと思います。はい、はい、FM 富士、B3 サポーテッドバイルイドね、ドラゴンさんや僕に対する質問や意見要望などね、僕らは本当ミュージシャンなんで、はい、そうですね、もうじゃんじゃんね、そのミュージシャンならではのこのね、悩みみたいなね、相談を B3 のホームページから送ってくださいね。そしてリクエストもお待ちしています。はい、はい、じゃ今月のね、リクエストテーマねお願いします、佐々木さん。夏休み、そう、はい、ああ夏休みね、ですね、はい、この番組ねリクエストいろいろちょっと募集してるんですけど、すね、結構ねベタな感じでやってますね。8月のテーマがですね、ああ夏休みということで、まだちょっと9月のテーマがね出てないんで、はいはいはい、まあ番組終わるぐらいまでにはですね、9月のリクエストテーマもちょっとね決めていきたいなと思ってるんですけど、ね、はい、皆さんお待ちしております。お待ちしております。皆さんへのね、なんかちょっとメッセージ、頑張れメッセージなどなどですね待ってます、しておりますよ。待ってます。はい、それでは今日の1曲目いってみましょう。こちらスマイルベリーで小悪魔キスミ。スマイルベリーで小悪魔キスミでした。DJ ドラ
ゴンと佐々木おそむがお送りしています B3 サポーテッドバイルイド。おお、来ましたね。はい、来ました。ございます。さあ、このゾーンをですね、僕と本当はですね、佐々木さんで、はい、いろいろちょっとおすすめの曲なんかをね紹介していくコーナー。そういうコーナーなんですね。するんですね、はい、なんで来週からですね、いろいろちょっとそういうこともやっていきたいんですけども、はい、今週はですね、はい、まあ、せっかく、うん、佐々木さんって誰なんだと。そうですよね。知らない方ももしかしたらね、いらっしゃるかもしれないんで、はい、ちょっとですね、プロフィールをねお届けしたいと思うんですけれども、はい、まずご出身がですね、はい、岩手県。そうですね、盛岡市の出身です。盛岡市、はい、結構東北ですね。東北ですね、結構。はい、お帰りになられたりすることあるんですか？ついもうこの前ね、帰ってきて、はい、もう今日着いたばかりみたいな。あ、本当ですか？です。はい、どうですか？僕盛岡あんまり行く機会はないんですけども、盛岡はですね、はい、麺どころですね。麺どころ、そばもあるし、冷麺とか、はいはい、あとはジャジャ麺っていう、ね、はい、ソウルフードがあってですね、はい、おすすめですね。あ、鉄の南部鉄器。南部鉄器もね、はい、僕の友達が作ってたりして。そうなんですね、はい、僕もですね、ちょっとね、たまたま知り合いが職人さんがそうなんですいたりして。そうなんですよ。あ、そっか、盛岡と思ったんですけどもね、はい、はい、そしてですね、はい、盛岡から出身で出てきまして、はい、1996年ですね、はい、ムーンチャイルドのボーカルギターとしてメジャーデビューを果たすということなんですね。そうですね、はい、これ結構皆さん覚えてる方もいると思うんですけども、はいはい、これね、ちょっとね、ムーンチャイルドさんは実は僕らが、まあ、ザ・ビッグバンドっていうバンドをやってたんですけども、はいはいはい、同じ年なんです。僕も1996年、デビュー一緒なんですか？そうです。ワオ、ワーナーからね、デビューだったんで、はいはい、だよくだから、こう割とこうご一緒というかな、したような気がするんですよね。そうですね、はい。そして1997年にですね、これは5枚目のシングル、はい、エスケープが、はい、もう爆発的大ヒットという、全然思いもよらないヒットでしたね、はい、いやー、まあでもね、こう時代をね、こう捉えた捉えてます曲だと思います ね、嬉しいですね、はい、すごくこうセクシーな男性ボーカルというか。あ、本当ですか？うん、なんかロックなんですけども、はい、そこまでなんかこうやかましくないというかですね。あ、そうですね、やかましくはないですね、はい、まあ、そういったですね、ムーンチャイルドが、1999年に、はい、解散ということなんですね。解散したんですよ。これまで活動歴から言うと3年、メジャーデビューから3年という感じなんですよね。そうですね、本当ね、こう、はい、結構長くやってた感じがするけれども、濃い、そうですね、太く短くみたいな感じでしたね、はい。そしてまあ2013年にまた再結成、まあ、4年後ですね、再結成をして、はい、まあ、その後にですね、スプリクト、そしてリッケンズですね。スプリクトって言うんです。スクリプトです。大変言いにくくてですね、皆さんスプリクトって言っちゃうんですけど。そうですね、はい、スクリプト、スクリプト、はい、スクリプトとリッケンズを経てですね、はい、現在はソロシンガー、ソングライター、佐々木修として活動してる、はい、ということなんで。そうですね、これ聞いた時にあっと思った人もね、結構 ね、この声で思い出してくれたらね、嬉しいなと思うんですけど。結構こう歌う声とね、はい、また喋り声ってね、ちょっと違いますかね。違いますよね、やっぱりね、だいぶね、こう。でもあれですか、この1996年、はい、まあ、7年か、このエスケープヒットした時の声とか聞くと、はい、若いなみたいなあります？若いですね、確かに。ですよね。なんか歌い方ってなんでこう毎年ちょっとずつ変わっていくんだろうっていうのがね、本当、ね、不思議ですね。若い時の初々しさとか、はい、こういうね、良さももちろんあるんですけども、はい、こうなんかこう歌い込んできて、使いね、そうですね、なんかこう喉の声の感じっていうのもね、だからね、エスケープのね、ちゃんとした歌い方が今分かんなくて、はい、ちょっとカラオケの点数が落ちたりしますね、うん、それは大変ですね、ちょっとね、歌ってって言われてね、みんな結構こう、ね、どうして、わーシーンってなるのに自分の曲で点数がいかないって嫌ですよね、結構なんかこう節回しとかくどい歌い方になったりとかで変わっちゃって、本当のメロディー歌わないと点数悪くなっちゃうじゃないですか。そうですよ ねエスケープでも難しいですからね、結構ね、曲ね、まあ、そうですね、なんかね、ちゃんちゃん歌ってください。この頃カラオケブームでもありましたからね。そうですね、歌った方も多いんじゃないですかね。さあ、ここでですね、はいはい、まあ、そんな佐々木さんがですね、はい、まあ、本来ならムーンチャイルドの曲をかけるとこなんですけども、ね、影響を受けた曲というのを今日はですね、お届けしたいなということで、はい、一番ね、最初に買ったドーナツ版のシングル、はい、まあ、いわゆる7インチってやつですよね、ですね、アナログ版の、小学校2年生だったかと思うんですけど、はい、五代悟さんのモンキーマジックなんですけど、当時西遊記、はい、町明さんが、そうですね、坂井正樹さんがですね、はい、やってるドラマですね、そうですね、テレビドラマで日曜日かなんかにやってたんですかね、あれね、そうですね、あれでこうわーって衝撃受けて買ったんですけど、もう何回もなんだろう、レコード聴いてるうちに、はい、こう
そのうちかけなくても頭の中でこう自動再生できるようになったんですよ。もういいかと、はい、もう聞かなくていいと。そうなんですよ。それで学校休んじゃって、うん、ずっとその自分の頭の中でこうなってる五代五のモンキーマジックを楽しんでたって岩手県で盛岡でですねモンキーマジック。そうです。それではですね頭の中からでは音が流れないので今日はですね、そうですね、今日特別に、行きましょうか、ね、ちゃんと音源を持ってきましたんで聞いてください。五代五でモンキーマジック。で皆さんねあの歌舞伎の玉みたいなやつを持ってバーッとね蜘蛛の巣みたいな ね感じ、こんなの分かるのは我々世代だけですけど ね、 そうですね、はい、はい、今日はですね、はい、まあ、今週からですねこちらのですね一緒にナビゲーションやる佐々木おさむさんと一緒にですね、はい、です、はい、お届けしてるんですけれども、はい、佐々木おさむさんってどんな人よとね、まあ、ヌンチャイルドの人だとそうですいうのはねちょっとね、はい、分かっていただいたと思うんですけれども、はい、実は実はですね、はい、現在はですね、まあ、ソロ活動もなさってるんですけども、はいはいはい、アーティストさんへの楽曲提供っていうのもやってるということなんですね、はい、これは作詞作曲したりとか、まあ、どっちもなんですけど、はい、トリプル A さん のデビュー曲 の、はい、あの歌詞を書いたりとか結構作詞家としても結構やってまして、歌詞だけっていう場合もあるんですね。場合もありますね、はい、とかアレンジだけとか、まあ、いろいろやってます。歌詞って、まあ、作曲ももちろんなんですけども、はい、こう歌詞って、はい、結構人に渡す時に、はい、恥ずかしくないですか？なんか俺すごく恥ずかしいですか？なんとなくこう歌詞をダダッと渡した時に、はい、これ本気ですか？本気ですか？ね、分かんないですけど、あ、まあ、でもほら書く内容によるかもしれないですね。そのテーマみたいなやっぱ言われたりするんですか？そうですね、トリプル A さんの場合はイニシャル D っていうアニメ漫画のアニメが、はい、実写になった映画のやつだったんで、本当1日10時間ぐらいかけて漫画喫茶通って、お、全部こう出てる漫画を読んでから書いた。俺は未来に向かって走る弾丸だみたいな、そういう気分になって書いた。だから意外とやりやすいかもしれないですね。そういう場合はもうなんかテーマもはっきりしてるから、はい、意外とラブソングっていうのがこう難しいっていうか、ラブソングシンプルでこう恥ずかしい思いをね、こう赤裸々に書かなきゃいけなかった。なんかね、自分のちょっとねこう引き出し開けなきゃいけないじゃないですか、はい、そうですよね、開けたくない引き出しを、この引き出しあったかみたいなねなんかね、まあでも人に渡そうが、でも逆に無責任な部分もあっていいか、自分が歌うんだとこれ歌わねえよなみたいなのは、はい、そうなるかもしれない、ね、弾丸とか歌うかなみたいな歌わない、若いからこれいいけど俺は違うなってありますね。ありますよね、はい、こう、はい、まあ、依頼というかですね、はい、こういった仕事の依頼が来るときに、はい、まあ、今回トリプル A のこういう曲なんだけど、はい、ちょっとお願いしますみたいな形で来ることが結構多いんですか？そうですね、決め打ちというか、はい、あ、とかコンペとかもいろいろありますけど、あれね、なんかね、よく聞くのは、まあ、楽曲コンペっていうのがね、あるんですよね。ありますね。で、例えばこう疾走感のある曲とかね、そうですね、いろいろテーマが書いてあって、はい、それを募集しますみたいなのもよくあるじゃないですか、うん、ありますそういうのも。そういったこともやったりもやってますね。そうなんですね、はい、いやーすごいですね。あとこう講師も今あさってる、ね、ということなんですけども、ね、音楽業界もちょっとこう、はい、衰退気味なんで、ちゃんと若者育てたいなと思って、はい、夢のある子たちを。それもボーカル以外の部分、そうですね、シンガーソングライターゼミっていうのを僕やってまして、はい、全体的にこうどう見せていくんだとか、なるほどなるほどなるほど、どういうことを考えてやっていくんだ、曲の作り方なんかも含めて、はいはい、それは結構面白そうですね。やってますけどね、はい、どうですかこう世代間っていうか、今の若いアーティストたちっていうのは、うん、自分たちの時代と何か違いがあったりもします？そうですね、結構すぐちょっと諦めちゃうところがあるんで、根性が
根性ね、やっぱ僕らの時代ってすごい叩かれこう、そうですね、負けるもんかっていうので来たんですけど、叩くとちょっとあもういいですみたいな、そうそう、なのでこういかにこうねこう盛り上げてやるかみたいな、そういう世代なんですかね、盛り上げてあげないといけない世代なんですかね。そうですね、あとなんかそのなんだろう、すごくこれ大事な舞台なんだよっていうところも、はい、あでも僕こっちの方が好きだから別にこれに出なくていいですみたいな、こう選択肢がいっぱいあるせいでしょうかね、うん、なんかこう意外とみんなドライだったりするんで、何でもかんでもやらないみたいな、ちょっと僕のタイプ、ね、意外にまあなんかね、まあ、アーティスティックっていうか感じの、よく言えば僕らの時代はがむしゃらですからね、がむしゃらでしたね、うん、はい、あそういうことがあるんですね、はい、でもなんかこうじゃあ逆にいろいろ発見もあったりとか、うん、そうですね、学ぶとこもあったりするんで、はい、ご自身の活動というのは結構もう頻繁にライブというかコンサートというか、まあ、そうですね、今年あの僕デビュー20周年なので、はい、あの12月3日にちょっと普段やらないようなライブハウスで、あのスペシャルゲストとか入れてやりたいなっていう今企画を練ってるとこです。はい、はい、ご自身でソロでやる場合はもう弾き語りから、はい、まあ、バンドからみたいな、そうですね、もう全部やりますね、いろいろやるということですね、はい、おお、ね、ちょっとねこの機会にですね、はい、リスナーの方にもぜひね、はい、佐々木さんのコンサートとかねライブの方にも足を運んでいけたらと思います。はい、さあそれではですね、はい、ここであの楽曲提供なさった曲ということで、中からそうですね、はい、1曲チョイスしていただきました。今回あの紹介するのは上田まりあちゃんって子なんですけど、はい、大阪のシンガーソングライターなんですけど、はい、まあ、普段本当シンガーソングライターで自分の曲歌ってるんだけど、うん、今回はちょっと僕が全部詞曲でアレンジもして、はい、ムーンチャイルドの、ね、半分ぐらいのメンバー使って撮ったっていう、はい、超レアな曲なんで、ある意味ムーンチャイルドフューチャリングみたいな感じですね。そうですね、そうですよね、はい、そうなんですよ、いいですね、なので絶対これはレアだなと思って選びました。はい、聴いてください、上田まりあちゃんで「イノセント」。お送りしたのは上田まりあでイノセントでした。芸能プロダクション F ファクトリージャパンはクラブ DJ、MC、モデル、タレントなどをキャスティングしています。オーディションやスクールに興味のあるあなたはF ファクトリージャパンで検索してみてくださいね。夢の扉を開けてみませんか。B3 サポーテッドバイルイド。 B3 サポーテッドバイルイド。DJ ドラゴンと佐々木治がお送りしています。B3 サポーテッドバイルイド。はい、今日からはですね、はい、佐々木治さんと僕 DJ ドラゴンでですねお届けしていこうということなんですけども、はい、まあ、僕もですね佐々木さんもやっぱ音楽を今ねまだやってるということ、ね、ミュージシャンです、ね、まだやってるってそんな、いやなんかほらやっぱやめちゃう方もね、はい、まあ、いるんですよ。やっぱなかなかこう音楽続けていくってすごい大変なことだったりするじゃないですか。大変ですよ本当に、はい、これ結構職業としてやっていく、まあ、プロとして、はい、なかなかこう本当僕らも長く業界にいるじゃないですか。そうすると、まあ、いろんな出会いがあったり、うん、はい、別れというかありますね。やっぱりこう
続けていけなくなるというわけじゃないけど、例えばご実家の都合だったりとか、まあ、結婚したとか、はい、ね、いろんな事情によってやっぱ音楽を諦めたりとか、うん、やっぱ音楽をちょっと続けられないっていう人も、まあね、そのプロとしてもちろん音楽はね、はい、ずっとやれることなんですけれども、はい、まあ、プロとしてやっていくってなかなか厳しい世界ではあったりするんですけれども、ね、はい、まあ、そういったこともあるんでですね、ちょっと今真面目な感じになっちゃったけどもなんか音楽、まあ、でも業界はね、ちょっと大変だっていう雰囲気もあるけれども、うん、はいはい、でもとはいえどですね、はい、やっぱりね、音楽で食ってる人っていっぱいいるわけですし、いますよ、バンドで大成功してるね、うん、グループなんかもいっぱいいるじゃないですか。いますよね。だから今なんか僕らがやってたその1990年代っていうのが、はい、今さっきもちょっと話してたんですけどね、佐々木さんと今、ね、ちょっとクラシックというかですね、 ね、そういった扱いになってるっていう、で、ね、それが90年代が今かっこいいみたいな、かっこいいみたいになってるっていう、うん、まあ、ファッションもそうなんですけども、はいはい、そういう部分があるらしいんで、うん、まあ、僕らなりが見てきたね、こういった世界から何かこうアドバイスできることがあればということで、はい、なんか音楽的な質問だったり、はい、まあ、そういったことをですね、まあ、気軽にね、ちょっと、あ、そうですね、ね、うん、聞いてほしいなというメッセージ、バンド組んでて行き詰まっちゃったとかね、いいです ね、 ね、これからバンドを始めたい、うん、楽器を始めたいと、まあ、あの、僕は DJ もやってるんで、はい、まあ、その DJ を始めるにはどうしたらいいんですかとか、ね、そういった僕も聞きたいです。僕もちょっと DJ やってみたいなと思って、どうやって回すんだろうっていうところから、ね、もう分かんないですもん。ぜひぜひですね、はい、の気軽にね、質問していただいたりとか、そうですね、オリジナル曲を作るっていうのはまたね、カバー、ほら、大体皆さんバンド始めたらカバーを、はい、カバーやりますね、最初してからね、うん、そっからオリジナルをやるときにちょっとね、なかなかこうオリジナルを書くのってまたちょっと、うん、難しかったですね。そうですよね、うん、そういったアドバイスとかもね、ね、もしくはオリジナル音源とか送ってきてもらって、あ、それ面白いですね、ね、それ僕らがこうダメ出しじゃない、そう、褒めるみたいな、偉そうには言わないですけどもまあ、もっとこうしたらいいんじゃないかとかね、そうですね、アドバイス、ね、そういうのもできたらいいなって、ね、面白いですね、それ、はい、ね、そういうのもちょっといろいろ何でもありな感じで、ね、ちょっとアドバイスできるようなこと、まあ、僕らなりになんかこうね、答えを出していきたいなと思うんで、はい、本当ね、何でも構わないので、番組のホームページから送ってください。たくさんのメッセージお待ちしております。そしてですね、はい、毎月テーマを決めてリクエスト集もやってるんですけども、まあ、今月がですね、夏休みっていうね、はい、皆さん大好きなやつなんですけども、はい、夏が終わる9月ね、9月ってなんだろうって今振り返ると、はい、秋って感じでもないじゃないですか。そうですね、残暑って感じですかね、まだ、まだ、まだなんか暑い感じはするんですけども、うん、でもこう学校が始まるなんかこう夏休みが、うん、開けて、うん、そうするとみんなちょっとなんか少し変わるじゃないですか。ちょっと一皮むけちゃったりな、黒くなったりね。1ヶ月、まあ、今日会わなかったりするものだから、はい、意外に久々に会うと大人びてる人がいたりとか、ね、なんかちょっと、あ、なんか変わるなって、ちょっと新鮮な気持ちになったりもする、うん、まあ、僕らもそんな、ね、時代はもう遥か昔なんですけども、遥か昔学生時代学生時代、うん、テーマは学生の頃に聞いた曲とか、はいはい、あの頃こんな曲だったなっていうのを振り返ったり、今学生の子は今聴いてる曲、はい、うん、まあ、そんなですね、うん、あの学生時代のね、学生時代の、ね、曲、聴いた曲なんかをですね、はい、募集したいなと思います。もう洋楽邦楽問わずでですね、はい、あなたが学生時代に、時代が分かりますよね。そうですね、だいぶ古いねっていうのもあれば、 ありますよ、これ最近だねっていうのもね、うん、あると思うんでね。そうですね、じゃあ9月のリクエストテーマは学生時代に聴いた曲をね、うん、募集したいと思います。はい、フィックスレコメ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 番組がおすすめするライブ情報をお届け。今週のフィックスレコメンド、今日はルイドプレゼンツ L1 グランプリ2016、8月14日日曜日、新宿レニーにてルイドプレゼンツ L1 グランプリ2016が開催されます。午後2時30分オープン、3時スタート。 MC は僕 DJ ドラゴンと菅野みどりさん。お問い合わせは L1 グランプリ制作事務局まで。ぜひともチェックしてみてくださいね。それではここで1曲いきましょう。ブラックジャックスでフラッヘッド。
送りしたのはブラックジャックスでフラットヘッドでした。B2B サポーテッドバイルイド。 B2B サポーテッドバイルイド。DJ ドラゴンと佐々木治がお送りしてきました B2B サポーテッドバイルイド。はい、はい、今週からですね、佐々木治さんと僕 DJ ドラゴンでですね、はい、B2B をやっていこうということで、はい、まあ、男子ダブルという、でもちょっとなんか ね、はい、いいですね、いいですよね。僕なんかね、全然違和感ないというかですね。本当ですか。うん、面白いですね、逆にですね。はい、まあ女性がいるのはね、女性目線みたいなものもまたあるとは思うんですけども、うん、まあでもこうね、男性ならでも、はい、我々ならではのね、はい、目線でいろいろとですね、いろいろ突っ込んでいけるかなと思いますね、はい、来週からはですね、はい、またゲストの方がいらしてですね、そうなんですね、いろいろとトークしていこうという感じになっていくと思うんですけども、はい、どうですかね、佐々木さん。そうですね、やってみて、本当もう楽しい時間ってどうしてこんなに早く過ぎていくんだろうっていうの、意外にあっという間ですよね、時間、うん、ラジオ感じてますね、そしてですね、今月のエンディングテーマなんですけども、はい、ブリリアントキングダムのブラッディーローズを聞きながらお別れです。はい、番組では皆様からのメッセージやリクエストなど随時お待ちしております。はい、はい、今月のリクエストテーマは夏休みってことでね、いいですね、はい、メッセージとともに番組ホームページからね送ってくださいね。はい、そして、ね、9月のリクエストテーマも決まりました。はい、学生の頃に聴いた曲、はい、あなたが学生の頃に聴いた曲をですね、うん、まあ夏休みと一緒でもいいですし、そうですね、まあ、これ先にいただいてもいいんでね、はい、送ってください。はい、はい、それではまた来週お会いしましょう。 FM 富士 B3 サポーテッドバイルイド、お相手は DJ ドラゴンと佐々木治でした。また来週、また来週。FM 富士公演サウンドコニファー